一番最初に回すうん最初の1台2台ってそんな回す場所気にしなくていいんだよね言ってしまえば大事なのって3台目だから3台目どこ回すかすごい大事なんだけど一番最初に一番回したいジェネ回そうとすると邪魔されることがすごい多いんですよね 例えばさ、じゃあ、ここのジェネ回したいですってジェネがあるジェネってさ、だいたい真ん中じゃん、マップの。だいたいさ、中、端っこのマップ、ジェネレーターではないじゃないですか。だから、初動で破滅があるときに、あの一番回したいジェネを回そうとするとね、回らない可能性が高いんですよね。うまいキラー相手だと。だから、一番最初に回したい、一番最初に回すジェネって、一番回したいジェネじゃなくて、 一番回しやすいじゃないかな一番回しやすいじゃないを回すと、まあ、割と強い破滅ある時はどこのジェネ回しても基本的にはいい端っこの j ネだったらできるだけ邪魔されないようなジェネレーターを回せたら最高だってよくあるくない ?8 割9割回ってるのにキラー来てそっから3割とかになっちゃうみたいなよくあるでしょう まあ自分が回すジェネは2代3代目から意識したらいいと思います。で、一番最初に意識するのは、一番邪魔されにくいジェネレーターを回す。で、2代目3代目から、回さないとやばいジェネを回す。まあだから、2代目3代目の間にはもう破滅壊れてないといけないよね。で、そこで壊れてないから、試合が長引くんですよね。まあ理想の話ね。